こんにちは、高卒試験会ライブトークでございます。あ、今日は月曜日からですね、何笑ってんだよ。すごいね、今日月曜日からなんとですね、今日翔太くんとキイジくんとあと淳くんを呼んで、もう本当に月曜日からですね、ダラダラ生トークを始めていきたいと思います。翔太くんトークよろしく。はい、どうぞ。はい、なんか自己紹介。はいはいはい、高校2年生。さっきもいいですね。フルネーム、いや、ちょっとハンドルネームで。SSS くんですね。はい、よろしくお願いします。はい、どうもどうも。はいはいはい、あなた。中二のキイチです。中二のキイチくん。はい、なんか自己紹介、なんか自分の特徴みたいな。黙って。黙って。ゲーム好きです。はい、女はいません。あ、そうですね。暑いですよ。はい、淳くん、はい、どうぞ。はい、こっち来て。はい、淳くん、はい、自己紹介どうぞ。はい、スタッフの東山です。はい。好きなものは女性。そうですね。ノリノリ覚えてる。ノリですね。で、SS くんに聞きますけども、この高卒試験会には、どのぐらいの在籍期間いらっしゃいますか？去年の9月は10月だったんで、もう丸々1年くらい。丸々1年ね。はい、丸々1年、今振り返ってみて、どんな感じですか？最初はなんか企画とか参加するのめんどくさかったりしてたんですけど、みんなと喋るのとかもなんかある。みんなと喋るのめんどくさかった。もう、いや、もともと、自分最初から中学の時とかも、最初から人と喋るのとかあんまり得意じゃなかったんで。うん、まあ、だから最初はもう苦手だったんですけど、はい、でも、今は本当に、こういう企画とか、旅行とか経て、結構楽しく。うん、で、YouTube ライブも、気楽に応じられるようになったと。素晴らしいですね。はい、じゃあ、キイシ君どうですか？キイシ君はいつからうちに来てるんですか？2ヶ月前から。今振り返ってみてどうですか？ 2 ヶ月前から振り返って。楽しい。勉強しないでな。はい、いいよな。で、このままずーっと勉強しないんですか？はい、いいね、その人生もね。うん。お父さんお母さんなんか言ってません？はい、言ってます。なんて？勉強しろ。勉強しろ言うよね。はい、うん。で、何のために勉強するんですか？教養って言ってます。教養って言ってんの？それがわかんないからやりたくねえんだよな。はい、正直な話な。そういうことなんだよな。うん。で、SS 君はあれですか？勉強してるんですか？今は、そんなしてないですね。え？今は何？そんなしてないですね。そんなしてない？言葉に詰まってない。そんなしてないってどういうの？いや、まあ、レポートとかはやってますけど、メディアとか、学校から出てきてる課題は。うん、やってんの？それぐらいしかない。でほぼ俺がパッと見た感じだと丸写しみたいな感じだったよね。いや、最初のレポートとかはちゃんとやってたんですけど、うん、もう、あ、時間やばいなと思って、うん、焦ってやって、そうしました。うん、で、将来君は何やりたいの？将来、今のところクソ明確なあれはないんですけど、大学はなんか、学部見た時に、ね、農学部とか面白そうだなと思って。農学部？頭の学部？え？あ、そっちの農学部。漢字違いますね。あの、農か。農か。あの、アグリカルチャーの方ね。あ、農家の方ね。二十世紀のビジネスです。農家の農業ね。で、今後何、その畑をやる。まあ、そう、ほん、まあ、これからそれは模索していくつもりだ。うん。まあ、そう、そんな感じ。畑やるの？これから。あ、これから、いや、一応大学行って。大学行きますよね。大学卒業したらどうするの？そこら辺はまだこう、ちょっとは決めてないんですけど、うん、まあ、入る学部もないし、まあ、でも、そう、うん、なんていうか。何は？なんかこんな、手をこんな風にしてさ、どうしたの、あなたは。農家とかそういうのやっぱ面白そうだなと思う。農家が面白い。面白そうだなと思う。農家が面白そうだ。面白そうだ。農家面白そうに見えます？そうだよね。みんなだって農家からだって若者離れちゃってさ、おじいちゃんおばあちゃんしかいなくてさ、なんかそこのコミュニティって行ったからって面白いとは思わないんだけど、でもあなたは面白いと思う。自分はそこら辺のコミュニティとかあんまり重要視っていうか、してない。してない。あ、そう。今ね、なんか新聞で見るとね、過疎、
過疎の地域で、若者が引っ越してくれればね、100万でも200万でもあげます。土地も建物もあげますよっていうところもあるんですけど、そういうところにあなた移住していきたいですか？ああ、それも結構面白そうだな。そうだよね。君みたいに人とコミュニケーション取りたく。まあ、取りたくないってわけじゃないですけど、別にそんなになんかもう、あの、所さんのあの、番組であるじゃん。ああ、なんか、なんか、なんかあの、なんとかの一軒家、なんつったっけ。ああ、離れて一軒家。働れ、なんか、こんなとこで一軒家じゃなくて、なんだったっけ。なんけ、ほら。まあ、ありますよね。なんか衛星写真で、そこの家がポツンとあって、そこを訪ねていく番組あるじゃないですか。そこのところ。そこのところ一軒家じゃなくて、なんとか一軒家ってあります。まあ、ありますね。じゃあ、そういう一軒家に住みたいですか？そんな孤立してる、まあ、一軒家で人として孤立してるところはちょっとあれです。集落とか、まあ、町とか。そこに、そういうところに住みたいと。さすがにポツンと一軒家は、ポツンと一軒家はきついと。きつい。ねえ。はい、キイチくん。キイチくんは将来何やりたいですか？何？うん、何やりたいですか？まだ決めてないです。とにかく何やりたいですか？とにかく何か言ってください。例えばの話ですけど、簡単に言いますよ。自分のやりたいことやりたい。自分のやりたいことやりたい。じゃあ自分のやりたいこと何なの？何もないです。だそれをちょっともう少し言おうよ。もっと言おうよ。いや、だってそりゃそうだよ。何もやりたくないって、それで何も勉強しないっていうのは良くないと思うんだよね。それはそれ。何やりたい？何だったら興味ある？今あの YouTube とか Twitter とかやってるじゃないですか。うん、やってんの。まあ一応、見たりとか、そういうのに変わるアプリ的な。アプリ開発したいと。なんか今もう YouTube 今一番真っ盛りじゃないですか。真っ盛りだよね。でももうそろそろ落ちていくと思う。もうそろそろ落ちていく。でそれに変わる。それに変わる何かをやりたい。それ君とのお父さんのビジネスじゃないの？もしかして。違うの？君のお父さんのうちのお父さんのビジネスは何？ありがとうございます。ビジネスは君のお父さん。なんか人事のアプリを開発。人事のアプリを開発してる。要するにだから何かのアプリを開発してるってことについては変わらないわけです。ということは君は要するにお父さんの後を継ぐ可能性もあるということだね。いいじゃん。いいじゃん。嫌だってどうして親嫌いですもん。え？親嫌いなの？はい、なんで嫌いなの？家事はしませんし。家事はしないったって家事しねえだろ普通に。いや、あの、家にいないんですよ。だからそれは家事できないじゃん。いや、だから、うん。多分、僕と、あの、SS さんが、一緒にかかってる時間の方が多分長いんですよ。うん。いいじゃん。自分の父親より。いいじゃん。だから知ってるから。そうです。だから、父親として見えない。まあでもさ、そういうもん。忙しいお父さんとかお母さんってのはそういうもん。普通に考えて。でもせっせとお金出してる。経験数字いいじゃん、別に。子供としては楽しい。あ、そう。じゃあ、そう。親とかってなかなかいない。いや、俺だってそうだったよ。うん。うん、でも別に、お父さんというか父親のことをさ、何も思ってなかったよ。君らの年代の時。なぜかっていうと、うちらの世代は、ほら、高度成長期だったから、もうお父さんとかお母さんが、別にどんな人でも、なんていうの、残業して会社で働くのが当たり前。仕事人間当たり前。土曜日、日曜日休んでどうするの？そういう風潮だったよ。だから、お父さんが朝早く行って、夜遅くまで帰ってきて、親父の顔を一週間見たことないとかって、ほんのザルだよ。別に一週間だけじゃなくて、一ヶ月単位です。別にあの、家にいるってこと自体を知ってればいいんです。うん。家にいないんですよ。帰ってくる。うん。出張。うん。出張じゃしょうがないし。だって、お前、そんなこと言ったら単身赴任だってもうどっかずっと行ってんだよ。だから、別にお父さんが家にいなきゃいけないとかどうのこうのっていうのは、それはもちろんいた方がいいよ。だけど、そういうもんだって。そういううちもあるよって。君んちだから、が特殊じゃない。な。結構もう、
周りの父親とか家族の話とか困ったりして。そりゃそうだな。そう。で、だから、そんだけ自分の家庭に不満があったら、自分が大人になった時に、自分が家庭を持った時に、理想の家庭を築けばいいじゃん。自分自身、お父さんがこうだとか、お母さんがこうだって人のせいにするんじゃなくて、自分だったらどんな理想の家庭を築きたいと思う。それを考えるのは、もしかしたら今のダラダラしてる学生生活の中でしか考えられないかもしれない。で、SS 君はどういう家庭を築きたいと思う？家庭のことは正直あんまり考えてない。お前バカ野郎、お前家庭のことはどうすんだな。家庭が大事じゃない。そう、なんか、もう将来、なんだろう、家庭。もう分かった分かった。じゃあ分かった。どんな彼女と結婚しよう。まず家庭の前に結婚だよな。まず家庭の前に結婚だ。そうだ。まあ自分の趣味とかを理解かよ、まあそういう人に容認してくれる人。君の趣味？まあそうですね。自分結構ゲームとか。ゲーム。野球とか。野球。そういうのを、まあ。うん。で、しかも変態と。そういうことを理解してくれる女性が必要だと。それは必要だよな。うん、で、ゲームずっとやってるわけ。まあ、最近でも、まあ、家帰ってバイト行くかゲームかして寝るって。まあ、そういう。ゲームかバイトで勉強しないかで、それで一日終わってるってこと？まあ、そう、否定はできない。なんか虚しい人生を送ってる。でも、そんな、満足、まあ、割と今は満足しちゃう。満足してる。君自身が満足してる。で、そのゲームってのは何？ここの e スポーツのクラブ？あ、そうですね。とか、まあ、たまに時間あったら自分の好きなゲームやったり。部活のゲームと何？たまに自分がやるゲームとは違うわけ？また。まあ、そう、まあ、ゲームっつっても一つだけじゃないんで、いろいろと。あって。スマホゲームとか。スマホゲームとか持って。でも、例えば彼女ができるって、ゲームを通じて彼女ができればいいんじゃないの？違うの？なかなかそれは難しい。結構難しいですよ。そうなの？あの、ゲームって、うん、あの、アイコンとかもあったりして、うん、結構自分を、うん、まあ、簡単に言うと守れたりするんです、うん、で、その機能が、うん、まあ、そういう、ネットゲームで、うん、そういうつながりたいっていう人とは、うん、逆を言えば顔も正直言って初めて会って分かるみたいなことがほとんどなんです。そうだよな。なんでそれもあるから結構彼女っていう存在自体は作りづらいんですよ。ゲームは無理だと。ほぼ無理。相当な確率。相当な確率なの。それこそゲームのゲームをやってでも他の趣味とかも分かんないじゃん。うんうんうん、まあ。ゲームっていう一つの趣味がつながってるからまだいいですけど、そのゲームから片方でも離れたら正直言って共通点がなくなっちゃうわけですよ。うん。でも一つでも共通点があればでもそれは取っかかりになるわけや。はい。大体見てると結婚してる確率ある方を見てると大体同じような趣味が共通だってのが多いよ。見てると。ほとんど。ゲームが共通で、例えば結婚するってなったらあり得るかもしれない。まあ、そうです。の、そうだろ、はい、ほらほら、そうじゃん、ほら、見ろ。ゲームきっかけやったんですよ。ゲームきっかけ。まあ、共通の趣味やった、まあ。だから、そうや、共通の趣味はゲームってのはあるだよ、別に。まあ、そう、まあ、中古人でそういう。だ話も弾むじゃん、それだったらさ。アニメ漫画とか。ああ。共通、まあ、そういう共通の趣味が面白いかもしれない。だそれでちゃんと、もし彼女を作るんだったら、ちゃんとプロフィールで彼女募集中って書いとけんやん。一応。そんな、もうそんな焦ってるわけじゃない。それ焦ってる。待てよ、ちょっと待てよ。お前、言っとくけど、これね、動画にお前らの顔が映ってないから言っとくけどね、お前らなんかクソトカゲなんだから、はっきり言って今から彼女募集中って言っといて、やっと、35ぐらいで結婚できるよ。別に。声を上げたりとかするのは大事なんだよ。言っとくっていうのは大事なの。それはこんな顔でも、これちょっと、まあ、映してないからあれだけど、こんな顔でもいいなっていう人はいるわけさ。こんなオタクみたいな顔で眼鏡かけてるやつでも、あ、かわいいな。
ここに実例いいんじゃん。こんなデブでもいいって。いや、いるんな、そしたら彼女の趣味なんなのって俺、この週末聞いたよ。うん。大倉に。そしたら、彼女の趣味って写真を写すことなの。で、なんかこう、人形と写あの花を写すことなんですよ。で、人形と花を写すって言うんだけど、じゃあ人形ってどんな人形なのって言ったら、ポンポコタヌキみたいなちょっとぷくっとしてる人形と花だって。いや、重いじゃないですか。ね、だから、そういう共通の趣味を持つっていうのは必要なんだ。わかった。わかった。じゃあ今から募集中ね。もうとか、もうとか。もうっていうか別に。もうだって、あれじゃん、高卒試験会って結構なんか女性どんどん入ってきていい。いや、もう、女が入ってきていい。なんか見学。いっぱいいっぱいなんですけど。え見学されるのがいっぱいいっぱい。いやいやいや、もうなんか今の生活いっぱいいっぱいだって、これ以上だから。お前だから、まあちょっと待てよ。何が生活がいっぱいいっぱいとか言ってんだよ、お前。あ、言った、今日何時に来たんだ、お前。今日は、俺ちゃんとあの時計見てたぞ。もう何時来た ?11 時ぐらいだろ ?11 時前ぐらい。11時ぐらいだよな。なそれでお前夜何時寝る？でも大体1時ぐらい。そうだろ？僕1時に寝ましたけど。1時寝て、11時にここに来るってことは逆算するとお前起きてるの大体9時ぐらいに起きてるね。まあ、朝。今日は9時、8時50分。9時前だって9時の10分前のことを9時前とか言ってんのゲーム、声を大事にして言うけどさ。いいじゃないですか。はい。要するに8時50分に起きたんだろなあ。それとどういうのが生活でいっぱいいっぱいなんだよ。お前普通考えても普通の一生懸命やってるサラリーマンなんて何時起きてるかわかる平均。6時だろなあ、会社に9時に出社だろで帰ってくるのが大体7時、8時、9時じゃん。なあ。それでまた、6時に起きてって、それの繰り返しだ。それが生活のいっぱいいっぱいってのは分かるけど、思うのが欲しい。今の個人的な、あれです。何あの、気持ちが、はい。これでいっぱいいっぱいだったら、本当に社会人になったらどうなっちゃうんだろう、お前。困ります。困るよな。で、ケイチ君は、はい、彼女募集中なんだろ？そう、あの、モテない先輩を見て、ちょっとこういうふうにし、これはちょっとしたくないなと思ってるだろ？どうした？いや、何？募集中とかも大事だけど、まあ、できるなら欲しいですよ。そうだろ？それが必要だよ、普通は。中学の頃は自分で。え？中学の頃はそうです。諦めない。中学の頃は何か、あの、彼女は欲しいなと思ってたけど、高校になったらもう諦めて。もう生活がいっぱいいっぱいでもう終わって、なんか、まあ、ちょっと人生の墓場みたいな。どうなってんだよ、お前。普通はもっと高校時代が一番花開いてる。ああ、ここで最初、ほとんど男子しかいない、ちょっとね。花開けるけど。最近女子ばっかり来るようになって。最近じゃないですけど。最近、だから俺もだから改めてブログで書いてあるの。女子募集中、女子高生募集中って書いて、男子生徒はお断りって書いてある。でも女子しか花開いてない。それでいいっすよ。それでいいよな。何あくびしてんだよ、まあ、8時50分までちゃんと寝てたくせにさ。じゃあ、わかった。じゃあ、もう、あの、話題を変えよう。もう、彼女募集中はやめる。ね。じゃあ、あの、理想の彼女の、全然変わってない。変わってなかった。あの、具体的な容姿を、どんな子だったら、要するに、タイプっていうか、スタイル、ね。どんな人だったら、まあ、こうやって、こんにちはって、佐藤翔太のところに来た、あ、SS 君のところに来ました。実名言っちゃったけどさ。あの来た時に、断らないで、付き合いますっていうふうに言うか。え？だから、例えば、大倉さんみたいな体型だったり、安井さんみたいな体型。例えば、大倉君の体型だと、身長が170センチだけど、あの、体重が150キロだと。ね、いや、こんなことだけど。どんどんどんと来て、すいません、すいません、あの付き合ってくださいって言ったときに、ウェルカム OK ですよっていうタイプなのかどうかっていうのを聞いてるわけです。はい、じゃあ、どう？え、大倉さんみたいなタイプ？じゃあ、だからお前はどういう女性が、こうやってなんていうの、あの、SS 君の方に来て、OK ですよってすぐに言えるタイプ的に。身長がこのぐらいでって。
あ、でも身長だったら自分がちっちゃいんで。そうだろ、ほら見ろ、ほら見ろ。そりゃそうです。え、どっちですか？いや、ずっと一緒で無理だ。怖くないだって。だからさ、今あれするような日本の 全日本のよ、バレーみたいな選手来られても困るってことだろ。あんなバレーの選手の190センチぐらいあるんだもん。目線が同じぐらいでしょ。まあ、そんで。だ目線で何センチ今ですか、自分、163とか。じゃあ163センチ前後の方で、体重は体重体重。そんななんか、取ってなければってぐらい。だから、それをちゃんと書かないとまずいんだよ。書かない、いやいや、だから、いや、書かないとってんじゃなくて、やっぱり頭に思い浮かべないとそういう人は来ないって言ってる。いや、163センチあって150キロあったらもうはっきり言ってデブじゃないかよ。そんなの来たらはっきり言って NG だよ。だから何キロぐらいの子だって聞いて。大体。自分より痩せてればいいじゃん。大体何キロだよ。自分、15キロ。50キロ台とか40キロ台。50キロ台だったり、はい。要するに、まあ、中肉中背だと。で、顔は？お？芸能人とかで言う。そう。だって、わかんねえじゃん、芸能人に例えないとよ。お前、近所の隣のお姉さんとか言われて、誰が知ってんだよ、お前、バカ野郎。芸能人に例えたら。なんじゃん、48のなんとかとかさ。な、拳坂、欅坂のなんとかとか。いや、間違いだけどさ。なんかいるじゃん。見てない。じゃあ何？女優で例えたらこうだとか、男優で例えたらこうだとか。あ、男優関係ない。何？もう、なんかもう、ニュースキャスターだとこうだとか、お天気お姉さんのこの人がいいとか、いっぱいいるじゃん。この質問毎回詰まっちゃうよ。あんまりテレビとかあんまり見ないから。テレビ見ない？好きな女優さんって言うと本当に出てこない。申し訳ないです、今回の。じゃあ、黒人でも何でもいいと。え？そういう話ですか。いや、誰でもいいだろ、そういうことなんでしょ。まあ、それ、外人でも何でもいいと。日本人の。え？外国の人とかって、めちゃくちゃ背高くない。偏見する。160センチの人もいるでしょ。160センチの黒人がいいと。まあ、でも、何それ、タツーがどんどん偏ってます、逆に。偏るようにしないと君は具体的なことを言わないからわざと言ってるわけやないか。当たり前なんじゃないか。まあ、だから日本人っぽい顔で。日本人の160。うん。のぺっとしてる。のぺっとしてる。だいたい日本人ってのはだって、こう、彫りがなくて、ペタッとしてる人が多いじゃん。目がパッチリとか、目が細いとか、どうそれは。じゃあ別に目はそんなに目は気にしてない。じゃあ眉は眉ってそんな差があるあるじゃんあるじゃん、お前こち亀の両津勘吉みたいな眉が女性が来たらどうすんだよ。一本眉みたいなのがピスッときてよ。ほらみんな無理だって言うじゃないか、お前。いや、もう無理だけど無理って見たことがほぼないですけど。いや、新宿歩きゃいくらでもそういう人はいるよ、お前。で、性格は？性格はまあだから自分。だからって今初めて言ってんじゃないか、お前。だからっていうのはもうなんか前から言ってるような言い方じゃないか、お前。だからって。自分の趣味とか行こう。あ、そうか、すみません。あ、そう。それで、話し方は？話し方？関西弁みたいな。関西弁だとか、訛りもあるだろうし、話し方で言うとどういう？上から目線的な感じ？ああ、S とか M。そう、それもあるよね。S とか M もあるし。例えば、フリーザの第三形態みたいに、なんか人をなんかこう、こき下ろしたみたいに。はぁーっつってさ。なんか特殊事例ばっかり出てきます。あなたの戦闘能力はこの辺なんですねって、私はこうするんですけど、みたいな人じゃないの？まあ、自分とだけ言ってた話。はい。やっと絞り出すような心の叫びが。もうじゃあ160センチぐらいで50キロぐらいの人で、SS 君をよく分かってくれるような女性を募集中って書くんだね、プロフィール。なん
あ、年齢はどうなの？年齢。同じぐらいか。同じぐらいって君いくつだっけ？ 18 です。じゃあ18前後の子を募集中とか。ね。はい、じゃあ、キイチ君は。どういう子が理想の子ですか？自制心。自制心？すげえな、君から自制心って言葉が出たわ。どういう意味だよ、具体的に自制心。だから、自制心ってすごい言葉だよ。だから、自分が、自分の体重とかをちゃんと気にして、うん、自分の理想を掲げて、ちゃんとそれに向かって行動できました。うん、じゃあ、ああいうのダメってことね。はい、ああいうのダメだよな、はい。NG だよな。はっきり言ってな。はい、太りすぎだから痩せろって言っても痩せない。それはダメだわな。これだ。自制心あるぞ、まあ。うん、太りすぎだったらもうだってもう夕飯食わないとかって絶対食わない。で、それを相手に求めるっていうことは君も自制心が強くなきゃいけないじゃん。いや逆です。自分がないんで。自分がない。ないんで。お前みたいなチャランポランなやつがそんな自制心がそんないい賢い女の子が来るわけねえじゃないか。バカやな。自分が少しは多少そういう風になってなきゃダメに決まってんだろよ。まあなんで。なんで。自分もこの2ヶ月で少し痩せました。痩せた。はい。大きく痩せました。すげえな。それなのになんでそんな何ダイエット目標できたの？いや別に。ただ、太りすぎは良くないと。はい、暇なの、うん。暇だと飯食わないのか。暇だと、やることがないんで、うん、ダイエットしたの。そうか。お前、もう少しなんか違うターゲットを探した方がいいんじゃない？そう。ダイエット。ダイエットの他にねえのかよ。ないっすねって、お前。ちょっと、アツシ、お前ちょっと来い、こっち。お前ちょっとこいつらの話聞いてて今どうなったんだ、ちょっと聞いてみ、聞いてみ、ちょっとそこ座れ。どう今の話聞いて、この二人のバカな話を聞いてて。俺なんか疲れても、本当に疲れちゃうよ、これの話しててもさ。いや、こっちも疲れる。こっちも疲れる。わぁ、いいよ、こっちも疲れる。ちょっと行ってみろ。ダメダメっすね。言われた。誰やダメだ。いや、じゃあ具体的に言ってみて、はい、SS 君どこあり？やっぱ、タイプの女の子はやっぱ髪型が白色とか。どうなんですか？そこそこなんですか？白。白髪の？いや、銀髪です。あ、銀っていうじゃん。白。おばあちゃん求められてる。なあ、だからさ、髪の毛がシルバーってことだよ。巣鴨のトゲ抜き地蔵でも行ってナンパした方がいいんじゃないのお前、それだと。今、渋谷行けばいい。体のあれで、全身白い人って。ああ、はい。じゃない。違うんですか？言ってる意味は、要するにその女性、理想の女性像の具体的なものがないから、女性が来ないよって言ってるわけだな。うん、じゃあ、これはクイッキーチ君。ないんじゃないですか。じゃあダメだって。うん、おお、最後、自制心とか言ってるけど、どうこいつ。自制心が強いやつ、強い女の子がいいんだって。だから、どう思うかって。いいんじゃないですか。いいんじゃない認められましたよ。いや認めたんじゃなくて、別に、そういう人もいるねっていうだけなんです。そういう趣味もあるねっていうだけの話。認めた、認めないっていうのは関係ないじゃん。あれ？で、こんだけ言うってことは、具体的にこの人は出てくるってことだ。そうですね。あれ？まあ、さすがにね。そりゃそうだよな、これな。こんなわけない。俺らがダメ出しされちゃったもん。そう。二人にダメ出しされて、それで。完璧な女性像。はい、どうぞ。はい、あつし君の理想の女性ですよ。お、ちょっと。そうっすね。そうっすね。まずは金髪です。シルバーで。金髪で、優しい人がいい。で、身長は？身長は普通。普通って、だからさ、だからさっきも彼に言ってるんじゃん。普通って言うと、バレーボールの選手がいて、じゃあ普通の女性どうだったら、みんな私持つ190センチぐらいのどん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 来て、私も普通ですけどって言うて、絶対に。みんな普通って言うぞ。じゃあ160ぐらい。うん。で、体重は？
体重は40。あ、いいじゃん。45でじゃあ。45。ほんで、学歴は？学歴は、その人の。中卒でもいい。高卒でもいい。大卒でもいい。まあ、何でも。何でもいい。はい。うん。で、年齢は？年齢は、そうっすね。今だったら、ハウルの時、年上好きそう。じゃあ、20から30。かなり今のね。20から30。かなりハイスペックだ。あれ、バシアンさん。うん。何歳でしたっけ？あ、18歳。年上を望んでるわけ。で、子供は？まあ、相手が OK なら。何人ぐらいしてるの？欲しいの。そうっすね。2人ぐらい。浮気宣言したことした。で、子供は何人ぐらい欲しい？もし結婚したとする？自分ぐらいですか。自分今3人兄弟で結婚ってそんな感じだ。2人ぐらいがいいのかなと思う。うん。はい。何人でもいいですけど。いや、ピックダディ。何人でもいいってどういうの？自分が死なない程度に金があれば大丈夫。なるほどな。はい、今、佐藤さんが言ったように、うん、キツキツにならない程度なら大丈夫。要するに、経済的なものがあれば、はい、別に重婚でも多婚でも何でもいいから、奥さんを5、6人はべらして、な、それでもう50人ぐらい産んでも構わないよと、経済的なものがあるからってことやな、言ってるやん。まあ、要は、その、まあ、それで、金が稼げれば。そりゃそうだよ。会社ってのあるからな。それこそあれですし、少子化問題あるしさ。何、お前、九州は一人で頑張って1万人ぐらい産むみたいな。それは最高だよね。じゃあ、東山さん。東山さんって2人、3人、2人ですか。まあまあ、そういうことだ。まあ、もういいこれで。大体。めっちゃ疲れてたし。はい、じゃあ、最後にですね、この、ライブ中継のですね、感想ですね、SS 君。初めてやったんですけど。初めてやった。予想外の理想の女性像とかの話が、うん、多くて、結構疲れましたけど。うん、疲れました。楽しかった。はい。はい、じゃあ、キイシ君。疲れました。はい。楽しかった。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんどうもすいません、失礼します。